放送席、放送席、今日のヒーローは4打数3安打なんと6打点の大活躍、柳田選手です。ナイスバッティング、ありがとうございます。まずは第1打席、先制の2点タイムリーツーベースヒット、チャンスで打席回ってきました。あの時はどんな思いでバッターボックス向かったんでしょう。そうですね、まあ、健太と明がチャンス、いい形でチャンス作ってくれたんで、まあ、後ろにも内さんとデホ松田さんがいるんで、まあ、楽な気持ちで行きました。打った瞬間の手応えはどうだったんでしょうか。いや、いい打球やなと思いながら走りました。その先制のタイムリーヒットで主導権を握りました。そして6回大量8得点、その中で大きなグランドスラムホームランがありました。あの打席、ここもチャンスで回ってきました。どんな思いだったんでしょう。いや、もうチャンス作ってくれた、皆様のおかげで打てました。そして柳田選手らしい逆方向へのホームランでした。そのあたりはどういうふうに打球の行方見つめていたんでしょう。いや、よかったなと、はい、安心しました。そして今日はシングルヒットもありました。あとスリーベースヒットを放てばサイクルヒットという最後の打席でもありましたが、そのあたりは意識っていうのはあったんでしょうか。はい、まあ、でもそんな簡単に打てるものじゃないんで、相手も必死に抑えに来ますし、明日も頑張ります。さあ、そんな中で6打点という大活躍を見せてくれました。ファンの皆さんも熱い熱い声援を柳田選手にも送ってくれました。改めて明日への向けての抱負、そしてファンの皆さんへのメッセージお願いします。本日も休みの中わざわざ球場に足を運んでくれてありがとうございます。明日も日曜で休みやと思うんで、ぜひ球場に来て応援してください。今日はありがとうございました。大活躍、今日のヒーローは柳田選手でした。放送席どうぞ。